はい、皆さんこんにちは、です。今回はヤマトアルファ、まあ、夏ガチャシリーズですね、のヤマトアルファを、まあ、ちょっと遅れてしまったんですけれども使っていこうと思います。まあもうね、カタログスペックの時から相当やばい言われたキャラにはなってるんで、もういろんな場所でね、相当強いっていうようなことは判明していると思います。ただまあちょっと仕様だったり新しい要素がいっぱいあると思うので、どちらかというとまあちょっと遅れてしまったので、そのあたりの仕様の説明を中心的にしていければいいかなと思ってます。で、まあもうね、フレンドだったり、持ってない人もフレンドだったりで、持ってる人はね、自陣で結構使ってるとは思うんですけども、こいつですね、まあ、紹介者をしておくと、まあ、高ステータスですね。かなり高ステータスをもらっていて、で、アンチウィンド、まあ、超アンチウィンドに魔法陣ブーストがスワビ、光属性キラー、で、ゲージショットでアンチブロックとアンチ減速壁、で、ストライクショットで、まあ、この12ターン、もしくは20ターンの、触れると優勝コンボが発動する分身を、最初に触れた敵にセットするという新しい要素を持ってます。で、友情コンボが、超投げ払いがサブ友情の、超強分裂貫通衝撃化3です。なんでまあ、高ステータスってだけでも結構偉いんですけど、それに加えて、まあ、現状だと使う頻度は低いとはいえ、4つアンチアビリティを持ってるっていうね、割と破格めのキャラになってると。うん、でもなんて言ってもね、やっぱ優勝コンボが相当強いっていうのが、今回注目されたポイントなんですけれども、そして当たり前のようにつく優勝コンボクリティカル。なんかもうちょっとユークリー普通についちゃってるよな。あ、そう、ゲージが僕か。で、今回はアルカリアに来てるんで、もう多分仕様は立ってるであろう光属性キラーと、魔法陣ブーストのところは、発動しない方向でいこうと思います。どちらかというと、この分身のね、SS の使い方をしっかり見せていければいいかなって思ってます。でもね、ナギゼロだったり、まあ、九国で使ってる人も、あ、違うか、あ、九国もそうか、あと近畿の九じゃなくて未開の九とかでも使われてる方も結構いらっしゃったんですけど、まあね、このね 1.5 のキラーと、あとブーストの 1.5、 まあやばいよね。この友情でさらに砲撃型で、さらそこに 2.25 の倍率を理想火力で乗せることができるっていうのは当然やばいことになってきますよね。で、ニュースが発表された時かなんかに、僕多分このサブ友情もアルファで当たり前のようにその水属性なんじゃないかみたいな話が出したと思うんだけど、水属性じゃなかったね。てかなんなら、今回結論言うと闇属性の、超投げ払いがもらえてるんですけど、サブの友情で。これさ、まあ、光属性キラーなんで、相手光属性のところにも行くわけなんですよ。で、それに対してこの超投げ払いってのは闇属性になってるので、割となんか、その有利属性プラス属性キラーっていう組み合わせじゃないんだけど、その優勝コンボで有利属性が取れてるんで、まあ闇属性なことにメリットの方が大きいのかなっていうのは感じましたね。まあ光属性に連れてくからね、普通に考えて闇属性の友情を持ってるのはいいよね。で、まあ火力っていうか攻撃力高いからな、恐ろしいよね。今の普通に殴ってさ、まあ相手が火属性だから有利属性取れてるんだけど、これ光属性のところでもこれ同じことできるんですよね。光キラーあるんで。はい。で、まあ友情コンボと。まあここ友情はね、そこまで大きく刺さらない直殴りのクエストにはなってると思うんですけど、まあ最近のキャラはね、ここ友情コンボでも結構な火力を出すキャラが多いんで、この友情コンボ分身でどれくらい出るのかっていうのをね、見ていきたい。はい。で、まあ、もう結論出てる人は出ると思うんだけど、このね、分身にキラーが乗るのかってのと、あとまあ分身は当たった時にずれないのか、もしくはあとは分身の出方がどういう風に出るのかとか、もういろいろなんかその分身に対して疑問がすごく多かったので、そのあたりをちょっとね、見ながらやっていけたらいいなと思ってるんだけど、まあもう知ってるんだけど、いやにしても強いよなこいつ。でこの SS やばいっすね。でこの SS 増えるのかな。これ増えたらちょっと友情コンボちゃんと考えないとまずいですよね、かなりね。で、まあこの後からだから、まあちょっとボスいちゃいいかな、ボス2ぐらいからちょっと分身を使って当たっていこうって感じにしようかな。これじゃ倒しとこうか。いやーにしてもいいキャラ作ったな。これが泣き払いだったりするとそんなあったかもしれないけど、まあ、超泣き払いってのかな、やばいよな。超投げ払いが絶対当てれるもんな、SS 使ったら。ちょっと、ちゃんと堅実に行こうか。堅実に行こう。下のやつはもう倒さなきゃ。いやね、これちょっと楽しいキャラ出ましたね、また。
楽しいキャラがね、出てきましたよ。はい、ただまあ、ちょっと思ったのが、あれだね、やっぱりその、4つアビリティ持ってて今後ありそうありそうとはもちろん言えるキャラにはなってると思うんだけど、現状だけのお話するとやっぱそこまで使うところがめちゃくちゃ多いわけじゃないじゃないですか。なんかでも無理やり連れてける性能にはなってると思うんだけど、あれ倒さなきゃ死ぬやん。そう、でもなんかどうなんだろうね、結局そのやべ、ラッキー、現状でちょっと使ってガンガン使えていかないと、ちょっと未来だけにかけるっていうのだとちょっと心配になりそうな性能ではあるよね。めちゃくちゃ強いんだけどね。これもうちょっと開幕で打てるようにしたいから、ノーパンで抜けるか、抜けるかな、ノーパンで弱点1、2回殴れば得意か。あ、強いな、相当強いな。ちょっと待ってくれ、やられてることできないぞ。はい、でこの後ですね、まあちょっとこいつで、あ、もう SS 打っちゃっていいかな。 SS 打ってザコ処理して SS 打とうで、ザコ処理して、はい、ザコ処理します。この後よ、この後で、これで意識しなきゃいけないのはこのね、こいつね、分身、まず一つ目の結論としては、分身当たった場所に出るんですよ。例えば、まあ、今回ちょっとこの上のところにつけるんだけど、はい、ここでほら、この今アルカリアに一番最初当たったところについたじゃないですか。こいつバカだろ、こう友情じゃねえぞ。まあ、弱点倍率はまあなんかあってはいるけど、いやこれさ、これやばくね。でこんな感じで分身が出るのね。で分身当たったらずれない、うん、ずれません、当たってもずれない。まあ今一回当たったと思うんだけど、でこの分身をつけたターンにも友情コンボ発動できます。なんで今一回、一個前のね、このヤマトアルファのターンで発動したと思うんだけど、分身がつけたターンでもちゃんと友情コンボ発動する。で光属性キラー乗らない、乗らないっす、乗らないっす。うわ、倒してほしかったんだけどな、倒してほしかったな。まあいっか。あ、でまあこれ次ちょっと見せれるんだけど、このね、分身がね、そのなんか当たった時ずれないどころか、もうめっちゃずれないんですよ。ちょっとこれちょっと見てみるんだけど、ほら、まず今一回これだけ全然ずれなかったでしょ。でこれよ、分身が残ったまま次のマップに移動した時にこの分身が残る、残るか、これ残るのはすげえなと思って。でね、残り方よ、これ残り方の癖、これ見て、中にいるんだよね、これずれないんだよ。だから味方が触れる時ずれないどころか、敵に触れてもずれませんと。いやこれ爆破拡散弾とか着てみ、この SS でとんでもねえことになるけど、大丈夫なのかなこれ。これまあ結局爆破拡散弾がさすがに来ないと思うけど、いやこれやばいと思うよ。うん、でそのつけたやつが次に動いた時に消えちゃうって感じだね。はい、いやーちょっとね、これはね、この投げ入ったらやばいよ、この男のアルカリアでこんだけ入ったら十分だろう。でこれも次のマップのちょっとね、予想をしたりしながら配置とかしてあげたい。で次はね、下側に出てくるんでね、この辺りにつけてあげると有利にことが進んでいくんじゃないかな。でこれちょっと超投げ払いだからさ、届くんすよね結構。当たったかな一回、ほら今届いてんで、上のやつも下のやつも届いてるし。でこのね、分裂、もうこれ陸奥の時にあんだけ強いって言われたのに、こいつが弱いわけないよね。ブースト発動してこれ威力さらに伸びんだろう、うん、はい。でこれよ、これはちょっと今回このノアパン連れてきた理由でもあるんだけど、このやっぱ貫通だとこのね、これ当たれんのよ。なんかちょっと伸びがなんかすげえいまいちに見えたけど、本来だったらもっと吹っ飛ばす感じになると思うんだよね。いやーこの分身ね、ちょっとまあこれデメリットに働くところもあると思うんだ。
もちろんそのナイフは中に埋め込まれた時に反射ナイフが当たれないっていうデメリットシーンも出てくると思うんだけど、これはちょっとメリットの方が大きいんじゃないかなって思いますね。はい、じゃ次のちょっとクエストいきたいんでね、ここはちょっと終わらせちゃいましょう。いやーこれすげえよ、よくやべえ。はい、じゃちょっともう一つクエストに行ってみたいので、もう一つクエスト行ってみます。はい、ということでエデンにもちょっと来てみたんですけども、まあ、今回はこれ、まあ、ブーストを発動しないにせよあれは発動しますと、光属性キラーが発動してますと、まあ、超音チーンとかね結局見せられなかったと思うんだけど、まあ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 十分なんじゃないかな、相当やってくれんじゃないかな。いや薙ぎ払いよ、今 1.5 倍薙ぎ払いだもんね。これちょっと配置してるけどな、泡溢れちゃうな。はい、ちょっと殴り的にどうなんだろう。まあでも相当入るよな。まあこれ友情人間やべえな。おっと、いいとこ止まりますね。それはいいとこ止まりますね。ブロックねえか。まあ、次のヤマトアルファで当たればいいから、ちょっとよっかしょっか、これどんなもんなんだろう。でもこれさ、正直さ、ここまでさ、おっとちょっと発動しちゃったけど、つえ。これで当たってこいつが解けようもんなら、結構光属性のクエストにね、置いてるだけでも結構砲台役ができるんじゃないかなってぐらいの性能になってるね。やば。え、まあそうか、まあ、普通に考えてそうか。 UL キラーの属性有利も乗ってて、そっか、それそうか。これとかさ、もうやばいぞ、真ん中破滅するぞこれ。いやこれよ。で今のとかさ、真ん中のさ5体の雑魚が処理するのが一応ミソになってるステージではあるじゃないですか、うん、まあ相当重要なマップではないと思うんだけど、ああいうのに結局分身を仕掛けといて、次のマップですごい当たるだけで雑魚処理ができるようになるとかなっちゃうのがやばいよね。で特に今さ、なんかあの友情でしかさダメージが入んないモンスターとか高難易度結構出てくるじゃん。あれとか出てきた時にさ、やっぱこういうその任意の場所に友情を配置できるっていうのがやっぱ相当大きくなってくるから、そこでどういう風に活躍してくるかだよね。よく吹っ飛ぶでしょ。いやこれ当たってくるで吹っ飛ぶのやばすぎだろ。おー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 おお、衝撃波の方にも結局乗ってっからね。であとはまあちょっと試してないんだけど、まだそのね、多分光属性キラーが乗らないって言ってるんで、その元のね、あのヤマトさんの コピーした瞬間っていうのかな、この分身を作り出した瞬間の火力ってわけじゃないと思うんだよね。だからバフとかも乗らないんじゃないかなって思ってる。ちょそれ検証したいな、この動画の後につけとこっか。乗ったらやばくね、乗ったらだって5ターン、いやな、さすがに乗んねえか、さすがに乗んねえか。だってそれバフかけてさ 1.8 倍になるじゃん、それが5ターンさ、いてみ、やべえぞこれ。どうしよう、入れないんですか。入るわ、当たれないけど。いやこれ次やばい、これは次マジでかわいそうになる。これ1体で見れるね、とりあえず1体分。はい、ドン。強い、いやこれ強えなこいつ。うん、まあ、今回でもあからさまに当たり枠とは言われたけど、うん、にしても強えな。はい、いやーこの友情を2位の場所に置けるだけでも相当だよな、マジで相当だよな。2位の場所に置けるどころか、いや2位の場所に置けるどころかか、本当にだって分身だもんね、自分はまたさらにどっか配置できんだもんね。バカじゃねえのユークリ。強すぎやろこいつ。これは強いだろ、いやこれは強いだろさすがに。これいやもうひどいよこれ。いやでもさっきのアルカディアちょっとやっぱ強さが分かってなかったっていうのが分かったね、逆に言うと。まあさっきのはね、重なってああいう風になるよっていうのが見せたからいいんだけど、まあ今回貫通タイプいるし、いやいやキモいキモいキモい、いや衝撃がキモい。どうしても友情とあの SS のことを見るとね、あの相性的にこの投げ払いの方を重視して見ちゃうと思うんだけど、配置とかね、だから近くに寄せよう近くに寄せようとなるんだけど、で結局遠い時に当たった時にもこの衝撃波が結局なんだかんだ出しちゃうっていうのかな、やってるよな、なんだかんだ出してるよね。
でも衝撃波俺あんま好きじゃないんだよね。この分裂させるのがさ、ウォールムービングとかあったらさ、この壁当たってさ近いやつにさこうやってマークしてくれるじゃん。でこいつ壁当たってからのささらにさ、そっから45度だっけ、こいつ90度だっけ、こうなんかに分裂していくじゃないですか。だからその出し始めの位置はわかるんだけどさ、そっからのさルートが読みづらいじゃないですか。なんであれなんですけど、まあ、ここまでやるとこいつとかムツとかに関してはもう別だよな。適当に出しても強いんだもん。こうなってこっから45でしょ、ほらちょっと、いや強くね、いや強くね、本当に。はい、じゃ早速打っていきましょうか。でボスには、上側に出てくるんだよね。上側に出てくるんだけども、ちょっと回復もしときてえか。回復するか、ここは。いやちょっとこれさ、いやちょっと回復してるだけなのに、回復してるだけなのに、マジかよ。じゃあボス、次はもうボス2、3両方見ていこっか。さすがに見ていかないと死んじゃうよ、エデンが。で、まあ、チャチャスタートかな。チャチャブロックもあるからチャチャスタートできたらしていそうかな。 OK で、分身をエデンの下にくっつけてあげましょう。この辺りですね。この辺りくっつければボスさんにも通用する。はい、いや条件緩すぎだろこれ。これ本当にこの友情配置に対する条件が緩すぎる。分身はダメだって。分身はここに戻ってくるとかだけでもこいつ強かったのに、多分分身しちゃダメよ。でここ横にする。えでこれ育ってさ、これ僕はもう一体つけるよここに。これボスさんやべえぞ、ここ抜けてくんねえかな。次チャチャなんだよな。あつんよ、これこいつ、いやつんよ、頑張れ、もうちょっとだ、頼む。マジかよ、当たれねえよそれ。もうめっちゃ楽しみにしてたのにこれ当たれねえよ。チャチャだったらな、もう次のカエサル当たってもいいけど、ちょっとその代わり下のやつ触れに行くか。でこいつ返されたら上を与えるから、まあ、結局3体分出せんだもんな。こうなったとしてもやばくね、3体分出すよ。12、あっ3が出せなかった。3が、いやこれひどい、ひどいな、これこれひどいな。じゃ次がこれないでしょ。でそうだよね、まあ、これ当たり終わりか。いやーこれ、あーこれヒット結構これはもう、置いといて使えそうだな。純粋に思ったのがこの友情コンボが出る分身じゃないですかこいつで。友情コンボが出るってのに何のメリットがあるかなっていうと、まず一つ目、一番大きいのがまあ普通に冷静に考えて純粋に火力伸びるじゃないですか。このしかも強い友情の火力がもう一個置かれるんで、まあ、相当量の友情入るとかだったら火力が伸びるでしょ。でもう一個、あの友情しか入んない敵とかが出てきた時にやっぱりこの任意の場所に配置できるってのと、これだけの威力があるってなったら、まあ、大概落とせるんじゃないかなと思ってて、まあ、それが、まあ、二つ目強いところかな。今後コンボラインとかでああいうその友情しか落とせないやつってが出てきた時でもこいつはすごい対応がしやすいってのが二つ目じゃん。でもう一個三つ目、これさ結構さあのマグメルの時とかも多分そうだと思うんだけどさ、あの何かに触れてから攻撃とかもちょっと増えてきてるじゃん。まあ古くからあるすごいいいクエストに多いパターンだと思うんだけど、その中あればルーペに触れて防御ダウンしてからカンカンとか、あとはなんか靴の雑魚に触れて敵の弱点効果がアップして近畿24みたいなのとかあったりするでしょ。まあ、ああいうのに対してそのルートを取るのにそいつを殴るだけじゃなくてそいつの反撃を発動するのに友情コンボも使えるじゃん。うん、その時にさルート見るとさ、大体そのルーペとか靴に直接触れに行ってから何かをするってパターンと、友情コンボに当たってその友情コンボで反撃を発動してその友情コンボのおかげでもっとルートが増えるみたいなのがあるんだけど、こいつやばいよね。だって分身に触れてもいいんだから。だから普通に直接クスループに触れに行くっていう選択権と友情コンボに触れに行くっていう選択権と分身に触れに行くっていう、さらにね
ルートの選択権を増やすことができるんですよ。でかつこいつの場合は敵さえいれば任意の場所に配置できるんで、まあそういうところが来たとしても結構そのストライクショットは特殊なんで使いやすいのかなってのは思うね。はい、でははい、まあ、2回ソ使ったのでこの後にまああと残り気になってるところがまだちょっと何個かあるのね、それを検証していこうかなと思います。で1つ目がブースト系の SS だったりがこの倍率として載っているのかなっていうのを、まあ、パッと見にちょっとなってしまうんですけれども確認したいっていうのが1個目。まあその SS を打って分身として出した時にヤマトが持ってる友情威力をコピーしているのか、もしくは素のヤマトの友情威力をコピーしているのかっていうのが気になるの1個目で、あともう1個目、分身爆発で誘発できるのか、これめっちゃ大事じゃない？だってさ分身ボン置いて置かれてるじゃん、ここで白爆発ボン爆発するじゃん、分身友情発動したら相当やばくない？だその2つ目をちょっとこの2つちょっとね、まあ他にも多分いろいろあると思うんだけど、あと号令とかねいろいろあると思うんだけど、まあちょっと大きくこの2つが実用されそうだなと思うんでこの2つをちょっとやっていこうと思います。はい、ということで実験の王ビシャス来ております。さすがに友情威力上がってないと思うんだけど、これさどういう風に分かるかな、どういう風にやったら分かるのかな。まずこれ分身さ、じゃあまず爆発の方から簡単だから検証していこうか。分身なんで、じゃあここにつけましょうか。ここ邪魔にならなそうなんでここにつけて、死んじゃう、こいつ死んじゃうか、死んじゃうかな、死んじゃうかな、いやどうしよっかな。まあでも分身出しとくことに意味があるか。はい、じゃあ分身出しときます。あ、いいじゃん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 、強い、ちょっと待って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 、倒すな倒すな倒すな、まあ倒すな、いや待って当たんな、お、当たってたのかも。はい、でここですね、これ多分白枠届いてねえな、これどっちにしろ俺死ぬ、これ死ぬわ、死ぬから1P、まあ 2P に 2P にバフかけていくか、 2P にバフかけていくの大事だ、この 2P にバフかけていくの。だからこの 2P の今から調べるのはこの白爆発で、あの分身の右下にいるね分身ヤマトさんが友情コンボを出すのかっていうのが一つ目調べなきゃいけないことで、あと 2P のこの SS を打った時にこれに乗ってるのかっていうのも大事だ。こいつね、はい、これ打っとくと、で打っとくと、はい、この 2P 上のヤマトはこの倍率どうなるのか、いや今の見た感じ 1.8 乗ってないな、乗ってないですね、多分これ 1.8 だって今倒してるね、今のシーン今この分身を出して、いや多分これ乗ってないですね、さすがにそうか、いやだってこれ 1.8 倍威力の分身を5ターン出してたらやばいもんね、今乗ってないと思うね。まあちょっともうちょっと詳しく見ていこっか。はい、でこれ爆発誘発して下に到着した時に右下のヤマトが爆発発動するか、あ違うわ、これ上でいいじゃん、上でいいわ、じゃあ上のヤマトの分身見といてくださいね、いくよ、発動しないね、してなかったよね今、俺の目が悪い、え今してなかったよね、えしてなかったと思うんだけども、発動しないね、してなかったよね今、してたかな、ちょっとこれもう一回当たってみ、これあこれ超わかりやすいじゃん、こいつの友情しかない、これ 1.8 になってるかなってないか、いきます、これ多分ね、えなってないよね、えまあちょっと待って、今左側の猫に18万2000出てた、えなんか超強くなかった今、えこれビシャスがザコなの、これビシャスがザコなのか、これマジ何も分かってないじゃん結論、ちょっと待って、これあでこれちょっと右側のやつ見ておいてくださいね、これが爆発で発動するか、えこれしてないよね、えこれ見えねえんだけど白爆発でこれ止めないと、えこれ分かんねえよ、分かりづら、ちょっと爆発邪魔だな、でもどうしよっかな、これでちょっともう一回超よく見るわ、シュバッてなってたら発動するんでしょ、発動してね、え発動してるわ、発動してるわ、えこれ爆発で発動すんじゃん、え発動してね、え発動してるわ、発動してるわ、
発動すんの？え、これ爆発で発動すんの？え、ちょっと待って、これじゃあさ、え、じゃあもうこれ多分今爆発で発動するのは本格なんですよ。え、これ爆発で発動した時ってさ、これ等倍なのかな？え、これやべえ、もっとちょっと調べたいこと出てきた。え、まあ、その等倍なのかなってのと同時に、じゃそれが半減されたとすんじゃん。爆発でこの友情が発動した時に半減になってたってなったとしたら、こいつさ、超砲撃にしたらさ、それ等倍になったりしそうじゃない？通しまーす。いや、ちょっとね、ごめんなさい、結論言うと、まず爆発では多分今発動してた。俺の目に間違いがなければ今シュラってなってた、シュラってなったから多分爆発は発動してた、してました。うん、で 1.8 倍はなんか見た感じってか、マジでガッツリ検証したわけじゃないんだけど、多分乗ってなかったと思うんだけども、乗ってなかったと思う。ビシャスが弱すぎたのか、発動しててこいつが強すぎたのか分かんない。なぜか乗ってない。まあもしね、あの本当に気になった方は止めて見ていただければいいと思うんだけど、この後俺もちょっと見てみると思うんだけど、これは多分乗ってなかったと思う。ただ爆発では出てた。でさらなる疑問が、その威力、爆発で誘発した時の威力が半減してるのかってのと、まあ半減してなかったらそれはそれでやばいけど、うん、分身だから関係ないよって言って等倍出してきたらそれもそれでやばいけど、だからそれが仮に半減してるなら超砲撃にしてまた等倍に戻ってくるのかとかも気になるし、いやこいつちょっと奥が深いからちゃんとその辺はっきりさせておきたいですね。ちょっとこの後ね、また検証して、まあライブとかでお話できたらなと思うんですけれども、いやーでもにしても楽しかったな、このキャラ。であと思ったのは、この SS が普通に爆破拡散弾とかでついたらモンスト終了のお知らせですね。次のボスの位置に合わせてもうそいつ配置しといて、うん、そいつ後から貫通タイプで当たってボーン、はい、おしまいだね、終わる。だペテルキウスとかの友情に SS これついたりしたらもう終わる。だからあともうこれ純粋にさ、ラウンドフラッシュとかとの相性いいよね、これはね。うん、ラウンドフラッシュとか、やっぱ任意の位置取れた時にメリットが大きいやつっていうのがすげえいいよね。オセロみたいな性能のやつにこの SS ついてもすごい面白いだろうし、いや来そうだな、そういうのもな、多分いろいろ考えてるだろうな。うん、はい、ということで、まあ、かなり遅れてはしまったんですけども、ヤマトアルファを使っていきました。まあもうすでにね、この段階だとすごい情報もいっぱい出回ってると思うんで、今更だろうっていう検証ももしかしたらちょっと多くあったかもしれないんですけども、まあ少しでも参考になったなら幸いです。ということで、皆さん本日も動画ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。